みっそみーん。はい、メッチチャンネルです。メッチ、2021ウィーク13ですね。 FWM の、みっそみですね。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、今回みっそみですね。コラボがみっそみって、みっそみで当てるやんな。みっそみ、いや、名前は聞いたことあんねん。こんなわてでも。なんかあんねんけど、いや、知ってるようで知らんねんな。まあ、知ってないけどな。でも、ミッソーニーって名前は知ってんねんな。当てるよね、ミッソーニーで当てるよな。うん。でも知ってるような、知ってないような、名前は聞いたことあるような感じやねんけど、ちょっと見ていきたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ。はい、見ていきましたね。見ていって、全然知らんかった。全然、だからロゴっていうか、あれはなんか見たことある気がすんねんけどな、なんか。でも、正直これ見た中で、俺がピーンと来たやつは、ハットやね。ハット。あれなんか良くない？あれ。俺、ハット可愛いんちゃうと思って。あれ、ニットなの？これ。ニットなんかな？ニットハットなんかな？あれ可愛いなと思った。あれはいいなと思った。ではちょっとレギュラーの方を見ていきたいと思いますね。そちらも楽しみ！はい、レギュラー見ていきましたね。レギュラー見ていって、MA1 かっこいいな。MA1 かっこいいなと思った。おー、あとな、MA1 と、あと、スノーマンなの、フーディー、あれかわいいな。あれかわいいなーと思って、いやー、これな、他のなんかこう見ていってたら、あれ結構気になってたんよ。写真集？あれ写真集なんか、欲しいなと思った。別にコレクターってわけじゃないけど、写真集気になるかな、俺。写真集ええなと思った。な感じで、ウィーク13見てきましたね。まあ、見そうにですね、今回コラボ。いやー、これ見たら、ハットも、ハット気にはなるな。ハット気になるし、あとあれやな、写真集かな、写真集気になる。写真集はちょっとな、あれは。何回も見るもんじゃないけど、なんか写真集っていいやんか。これも好きやったしな。これも良かったし。まあ、こんな得意じゃないやんな、多分写真集言っても。でも、こういうのって、何回も見返すことはないけど、たまーに見たくなるやんか。そういう意味で、写真集って、好き、いいよなって思ったから、写真集ちょっと気になるなーと思った。この中でどうやるなー。まあ、スノーマンも気になるけど、写真集かなー。どうやろう。まあ、ミソニーのハットも気になるしなーと思うけど、まあ、これはちょっとじっくり、まだね、少し時間あるから、じっくりどうかなーって、じっくり見ていこうかなと思ってる。本当に思ってますね。あと、日曜日もしかしたらあれっすよね。エアフォースワンリストックあるかもわからんっていう、まあ噂ありますよね。で、しかも、今回またウィート、あれ一回限りっていう感じやったと思ったんやけど、また来るかもわからんってなってますよね。噂では。いや、そう考えたら、いや、欲しいなって。あれ日曜日やんな、多分日曜日っすよね、あれ多分。土曜日ちゃうやん。日曜日の予定っすよね、多分。だそう考えたら、いや、楽しみは楽しみっすね、これ。来たら、僕ウィートは欲しいっすね。
あの、クロシロ持ってるから、あと一個、ウィートっていうんかな、ウィートっていうんかな、あれも欲しいなと思って、だから今週もまあ、土曜日、日曜日もほんま、楽しみやなと思って、だけど、まあ、厳しいんやろな、だけど、このシーズンずーっとこのリストックがずっとあったらいいなと思う、その、ウィートが、うん、クロシロは持ってるからもうクロシロはいいとしても、ウィートが欲しいな、これ。ウィーとか、これやっぱテンポ行くね、厳しいんかな、これ。テンポな、これ、もう並ばなあかんやんか、これ。で、日曜、俺ちょっと厳しいから、ちょっと予定あって、ちょっと行かれへんから、これやっぱオンラインってことになったとしても、いや、それも厳しい問題やんか。だから、行けたらいいな、このシーズン2ずーっとやっててくれたら、いつかワンチャン行けるんじゃないかっていう期待はありますよね。あるけど、行けたらいいなって。まあ、来年もまた会ったら嬉しいなと思うけど、今季中いけるかなーと感じですかね。やっぱ厳しいは人気ありますもんね。人気あるけど、まあまあ今回まあウィーク13。ウィーク13であれば今のところは写真集かなー。まあどんな暑さかもちょっと全然詳細が分かってない状態なんですけど、パッと見た感じは写真集が、なんか欲しいな、俺。まあ、まあ、お手頃って言ったらお手頃値段になるんですかね。うん、そう考えたら写真集かなと思ったりって言いながらも、ミスソーニーのハッと行ってしまうかもわからんし、またちょっとじっくり、じっくりじっくり悩んで、どれ行こうかなって感じですね。まあ、こう言ってもまだ、変更とか、はい、追加等があるかもわからないんで、まだ定かではないんですけど、その今、出てる、中ではやっぱ写真集かなーと思ったり、ハット行ったり、スノーマンのフーディーをゴーンで買っちゃったりもあるかもわからんけど、ちょっとじっくり、悩んでいこうかなって感じですかね、ほんと。まぁ、F1 もあるし、それも、だけど、まあ、厳しい戦いやから、なんらかしらね、この欲しいアイテム、ね、ゲットできたらいいなと思いますね。皆さんどうですかね、なんか、刺さる、これいいなーっていうアイテムありますかね。まあ、ね、あれば、ぜひぜひ、頑張りましょう、本当に。ちょっと時間あるから、ゆっくり、ちょっと僕は、考えて、狙っていきたいと思います。めっちゃねえじゃん。いや、ウィート欲しいな。だけど、まあ、厳しいやろな、って思ったらね。いや、厳しいけど、なんとか勝ち取りたいな、って思うし、頑張ります。そのやる前から勝負する前に負けることを考えることあるかっていう、な、会長に怒られますかね、猪木会長に。まあ、そう考えたらもちょっと頑張っていこうかなというメッチでございました。メッチでした。はい。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。もう、なんか、楽しくなんね、毎週ね。つくづく思います。メッチです。はい。メッチでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。